では今日はこちら松島、こちらを歩いていきたいと思います。早速やっぱ地元民が行くけどなかなか来ないよね松島そうですね。で、まあ、松島海岸駅のすぐここにあるこのトトっていうお店、これは仙台でもね有名な飲食店の会社っていうの、コンセプションっていうところがやってるお店、このゴミ箱に書いてるバンドームってお店も仙台の駅前にあってとても人気なお店、そこがやってる松島のお店です。なので料理も間違いないしお酒も美味しい。そうで、こうこっちに行って、そう乗船券、ここね、やっぱりなんつうの、遊覧船出てますね。あのカッパエビセンをウミネコにあげる、こうやってねイベントを消化できるところです。手を噛まれないように気をつけてくださいでやっぱりこうカキフライとかね、やっぱカキ、松島といえばやっぱ海鮮カキね。そうですね、ただ我々海鮮にあんま得意じゃないんで食べないです。やっぱこのねハラコ飯とかね、これも食べれないんで食べれませんまあでもあの牛タンとか、牛タンとかもあるね、はいはい、そういったものは、うん、ソフトクリームとかもございます、はい、こうでね、道路挟んで向こう側が松島ですね。海は後でね歩きたいと思うんで、こう行きます。メインストリートまではちょっとだけ、駅からは本当にちょっとだけ距離があるんで、あと最初に要注意ポイントとして、電車で来るときは仙石線で来れるんだけど、間違って松島駅行っちゃうとここ通り越しちゃうんで、松島海岸駅で降りてください。そこが一応旅の始まりです、松島の。でね、やっぱ浦霞って言ったらやっぱ宮城県でも有名な地酒よね。塩釜でしたっけ、だっけ、松島なのかな、松島やっぱね、あと海鮮丼ですよ、海鮮丼。まだ開いてないし我々は食べれないから食べませんけどね。いや、松島いつぶりですか、周一郎さんは。いつぶりですかね、もう何年も来てなかったと思います、はい、ね。私もやっぱ松島に来るきっかけってやっぱりゲストが来て行きたいとかね言われたら来るけど、まあ来ないですよね、普段は。なかなか夏の終わりぐらいの花火大会とか、すごいタコ船がある、もうやってる、うわ、これ赤ピーマン超エモいじゃん、赤ピーマン赤ピーマン、青ピーマン、ピーマンこれちょっとエモい、ここでコーヒー入れたいな、アイスコーヒーもあるじゃん、あ、出ました、利休、まあ、宮城県を代表する牛タンのお店の一つでもありますね。ただもう利休は多分関東とかにもあったりするからね。そうなんですよね、はい、やっぱお肉も美味しいけどやっぱ海鮮食べてほしいね、来たら、せっかく松島来たら食べれないけどあ、で、ここ左に行くと円通院があります。まず曲がっていこうか、せっかくだから、こう、はい、筋筋ちょっと見てみましょう。で、この円通院っていうのは秋になると紅葉で夜ライトアップしててすごく綺麗で、毎年必ず新しいなんか仕掛けじゃないけどあるんですよ。ある年はこうシャボン玉がいっぱい出てたりとか、スモークがあったりとかで、タイミングがいいとそこの中でなんかあの雅楽みたいな演奏とか歌ってたりするイベントもございます。で、最近ここ多分コロナ明けかな、前はなかったと思うんだけど、円通院の隣には瑞巌寺ってあの有名なお寺があって、危ない車だ、があって、そこもねライトアップするようになったんですよ、瑞巌寺も。
ってね、今ここ今何にもないけど、紅葉のライトアップとかの時はここに屋台が並んで、帰りにここで暖を取れるんですよ。はい、ここぐーっていって紅葉以外の時期にここ来るの初めてだから、なんか新鮮。なんかいつもはもう人がでごった返してるから、この鳥のさえずり、罪の報いはキリスト。でもさ、こういう風にさ、岩をさ、どうやってこんなくり抜くんですか。やっぱり、はい、棒とかで。すげえ棒じゃない。そしたらまもなく見えてきます、この円通院瑞巌寺、国宝なんだね。こちらですね、円通院。紅葉以外でもね、その庭園とか庭が綺麗なんで、せっかく松島来たならここを見るのもおすすめです。とてもそう、円通院で隣があれですよ、瑞巌寺です。瑞巌寺、確かいずれも入園料がかかるんです。そうだね、別でかかります。紅葉の時期も別でかかるんで、まあ、共通チケットみたいなのもありましたね、確か。瑞巌寺ってあれ政宗さん。そこら辺の知識がないんで、知りたい人はググってくれ。こちら、そうで、そうそう、瑞巌寺のライトアップの時はなんかね、提灯渡されて、この提灯の明かりを頼りにこうね回れるんですよ。だからこの瑞巌寺もぜひね行ってほしいです。わざわざ来たなら国宝と重要文化財の円通院を合わせて見るのがおすすめです。では戻ってきました、再開します。そう、ここね、ここは知り合いが営むコーヒー屋さんです。ブルーベイコーヒーですね。で、お隣の中華屋さんはこちらのブルーベイコーヒーを営んでる英二さんって方の親がやられてるお店です。こちらもとても美味しいので、ぜひ、今日はまだ開いてないんでね、行っちゃいますけど。おお、やっぱ魚介が食べれるとさ、こういうのもさ、まあいいんですけどね。ね、はい、いや増えねえからな。お、はいはい、ここやってますね。やってる。はい、ここが宮城県といえば、あの、うん、牛タン、ずんだ、そして笹かまぼこが有名なんですけども、こちらの安倍かまぼこでは、はい、あのその場で、うん、あの笹かまぼこを焼いて食べることができるっていう。うん、でしかも隣には花椒三膳という、あのずんだシェイクを提供してたり、あの萩の月、仙台メーカー萩の月を提供しているお店が軒を連ねておりますので、はい、まあ、一度に仙台名物を楽しむことができるというお店になっております。ご説明ありがとうございます。はい、私より流暢に喋るんでね。でこのね、笹釜の、そう、あの前でみんな写真を撮るっていう定番の流れとなっております。我々も焼きたいけど ね、食べれないんで、今日は行きます。はい、今日はもう、はい、食べます。そう、焼けるので、ぜひ、やっぱ自分で焼いたやつその場で食べれるから、マジで美味しい。美味しそうにはすごい見えるんですけどね。いや本当に、そうなんかね、はい、いかんせんね、いかんせんちょっとね。そう、はい、なんで、あとは実際で自分の目で見て、自分の手で焼いて食べてみてください。なんかここのお店もなんか
知らないかも。やっぱ牛タンもあればいろいろされてますね。菊屋ベースさん、いい。こんなに朝早く松島の街を歩いたことはないかもしれないないですね。ちなみに今日は土曜日の朝9時ぐらいなんですけど、ね、全然まだね、お店もまあ開いてたり開いてなかったり。こけしの絵付け、結構有名な方がいろいろ来てますね。あ、極楽の山本さん、すごい、はい、しずちゃん、まあサンドイッチマンですね、はい、すごい、宮根さんじゃない、宮根さん、すごい、すごい、たくさんの方がここでこけし絵付いてるんですね。絵付いてます。ここでこけしの絵付けができるみたいです。よかったらぜひ皆さんも絵付いてください。松島の思い出は何かありますか？いや来る頻度で言ったら、うん、もう本当に沖縄よりも低いぐらいのまあ仙台あるあるかな。そうですね、牛タンはなか、牛タンもそんなに頻繁に食べないし、松島もそんなには来ない。そんなには来ないです、うん。そうね、なかなか知り合いのアテンドで松島に来ることもほとんどないかもな。どこ行ってんだろう。確かに、ね、もう一応日本三景の一つですからね、うん。ただ私の一つの思い出といえば、あそこの前に見えてきてる牡蠣のカレーパンっていうのがあるんですよもちろんね、うん、もちろんもちろん牡蠣が食べれない我々にとってはね、はい、何のあれもないんだけど、でも昔ね、好きだった女の子と一回だけ松島にデートに来たんですよ。そうで、まさにここよ。ここで牡蠣のカレーパンを買ったんですよ、食べたいって言ったら。でもその時俺苦手っていうのも言えなくて、精一杯で言えたのが、俺そんなお腹減ってないって言って、だから一個買ってそれを半分渡されて頑張って食べた思い出があります。淡いですね。淡い。そう、まあ、あのパンセっていう、うん、さっきのカキカレーパンのお店、うん、パンセっていうお店結構県内で有名で、まあ、カキに限らずカレーパンめちゃくちゃうまいんでね、ぜひ食べていただきたいお店です。はい、パンセはね本当に美味しい、何でもかんでも。そうこうしてるうちにもうなんか結構もう進んできてます。そうですね、大体もう全行程の半分ぐらいは歩いたんじゃないかなと思うんですけど、はい、そう、まあ、ここら辺はあとやっぱお土産屋さんがあったり、やっぱまあこうね、牡蠣とか、うん、やっぱ海鮮系のお店はたくさんございます。うん、すごい、こういうね陶器的なのもあってね、はい、お物産展、はい、あ、もうちょっと行くとね、あれなんですよ。そう、結構松島では人気のなんていうの、カステラ屋さんが、カステラでまあ有名なお店、こちらですね、松花堂さん。ああ、そう、ここはやっぱカステラ有名で、最近だとね、ここ建て替えて綺麗になって、下でおせんべいが売ってたりとかして、結構美味しいんですよ。だこういうとこで食べ歩きするのもおすすめです。で、こちら、ここからちょっと上に上がっていくと、この美味しいパン屋さん、相沢さんというパン屋さんがあるので、そこの方にもちょっと行ってみたいと思います。あ、この人工のお城ね、ありましたね、それ。これ、これこれ見えますかね、このお城、うん、このなんか松島を一望できるっていうのもね、昔からある
ちなみに私はドラゴンクエストウォークの結構ヘビーユーザーなんですけど、そこのお土産のスポットにもなってます。ドラゴンクエストウォークの。ここがそうなんだ。そう。なんでドラクエウォークをしてる人はぜひここに立ち寄ってお土産をゲットしてください。そう。結構なかなかやっぱ、ね、はい、小道が。そう。どこ行ってもそうですけど、うん、小道が楽しかったりする、ね。そうそうそう。やっぱ観光だとメイン通りです。メイン通りで済ませがちだけど、やっぱこういう小道に行くと新しい発見とかがあったりするんで、穴子おこわなんてあんだ。おこわ、まあ食べれないけどね。そう、牛ごぼう、おにぎり、おにぎり、おいしそうだね。ちょっと開けて買おうかな。ね、牛ごぼう、牛ごぼう、しかも安いよ。買う？買います後で。後でおにぎり買います。はい、朝ごはんやっぱ朝8時集合なんで何も食べてないからね。あ、ここじゃないですか。そうだ、あそこだ。やってます。やってますね。せっかくだからね、パンちょっとせっかくなんで朝ごはん食べてないんで買っていきたいと思います。パン屋相澤さんで。一組ずつでは買ってきまいりました。私はホットドッグ、ただのホットドッグじゃないです。このマヨネーズとケチャップはどちらもオーガニックなやつらしいです。でこちらのお店ではカンパーニュとかハード系のパンが人気で、なんか土日限定って言ってました。ただちょっとまだ焼き上がってなかったんで、今日はこちらと、私ホワイトチョコ好きなんでホワイトチョコを使用したメロンパンを買ってるので、それをいただいていきたいと思います。歯ごたえもあってすげえもちもちしてる。めちゃめちゃこんなもちもちしてるパン初めて食べたかも。はい、ではこのお米屋さん、お米屋の美味しいおにぎりを買いました。ラインナップがね、アナゴがおすすめって言ってたんだけどね、我々なんせ魚介が食べれないんで、なんか仙台牛か伊達牛を使ったこの牛ごぼうのおこわをいただきました。松島の醍醐味はね、やっぱこの食べ歩きができること。おばちゃんもすごくなんていうの、フレンドリーでね、具がたくさん入ってそうなやつ選んで持ってってっていう、ほっこりします。ただおにぎりは冷え冷え。うん、やっぱここはもち米がもちもちしてる。さっきのパン、さっきのパンに続いてもちもちしてます。うん、では早速続きをいきます。あ、お土産の鈴木屋さん、なんか綺麗になったのかな。さっきまで開いてなかったけど回ってる間にオープンしましたね。カモメの卵、有名なお菓子ですよね。カモメの卵みたいなね。そう、はい。いきます。そうこうしてるうちにもう7割ぐらいしてるのかな。そうですね。あれ、ここってあれ有名な五大堂だっけ。五大堂、五大堂っていうなんかあのちっちゃい橋を渡ってなんかあるんですよ、建物が五大堂で。ここにもまた利休です。すごい大人気で、わあ、いいね。いいですね。ドリップコーヒー、ドリップコーヒーがあります。コーヒーじゃないよ、コーヒー。わたあめ、わたあめのお店とかあんだね。ちゃんとこれ喫煙エリアも設けられてます。こちらね、この8月になるとやっぱ松島の風物、夏の風物詩の一つのね、花火大会があるんだけど、そうなるとここはもう人でごった返すんだよね。やっぱこっから見る人が多いんで、花火が。だからもう私も昔1回だけ来たんだけど、帰り出るのに何時間かかったか分かんないね。もう駐車場が大渋滞して、
なのでやっぱ電車で来るのがいいかもね、花火大会に来る人は。まあ、そうこうしてる間に、はい、観光地ゾーン的なところがですね、まもなく終わります。確かにもう最後の最後ですね、ここが。はい、で一応その、うん、見れる施設として、うん、まあオルゴール館っていうのがこの先にあったり、うん、あと伊達政宗にまつわるミュージアム的なものがございます、うん、まあいずれも我々行ったことがないのでそうコメントすることはできないんですけども、はい、この伊達政宗歴史館です、ね、の中に、飲食スペースがありまして、そこがまあまあこう有名ですので、ちょっとそこのご紹介をちょっとしたいなと思います。はい、トリックアート店なんてあんだね。そうですね、ありますね、はい、ここでもやってますね。こちらなんだね。ここが伊達政宗歴史館ですね。はいはいはい、はい、こちらですね、柿小屋がまずありますと。まあ我々秋は食べれませんので。そうなんです、ちょっとご紹介することはできませんが、はい、これをさらに行きますと、うん、すごい、あ、ここはトリックアートなんだ。はいはい、そうですね、トリックアートあります、うん、で、そしてこちらの方ですね、松島魚市場っていう。こんなのあんだね、俺初めて知ったかも。これ結構有名といいますか、はいはい、皆さんここでお食事を取られる方が多いと。磯の香りがするじゃない、ここ。そうなんですよ。うまい。で、こう 1,2 階になってまして、はい、いわゆるこう市場のような施設、はい、すごいな。で、さらに飲食もできる、うん、このなんか歌流れてるのがエモくていいな。そうなんですよね、まあ、柿好きにはたまらないね。この香りがきっと柿好きにはたまんないんだろうねコメント泥棒、はい。まあ、ちょっと軽くね、中をご紹介できれば、はい、まあ、こんな感じです、はい、こんな感じです。もう魚介だけに限らず、まあ、この笹釜もありますしね、このずんだのお菓子もありますし、はい、まあ、総合アミューズメントパークみたいな施設になってます。まるで宝石箱やそうですね、三陸のわかめとか、まあ、干物いいっすね、まあ、塩釜のマグロなんかが有名なの。いいっすね、食べれないけど。みんなマグロ丼とかも召し上がられてるみたいですね。あ、たまんねえな最後ね、海沿いを見て終わりにしたいと思います。やっぱ松島といえば海ね、日本三景なんでね、蚊の松尾芭蕉もね読んでますから。お、いいですね、遊覧船ね、揺られ揺られ。遊覧船もね乗りたいんだけどね、いかんせんね、いかんせん船酔いするよね踏んだり蹴ったりいやでもね、こっから見る景色でもやっぱ綺麗だよね、すごく。ほら見てください、ザ松島ですよ。松島よ、おー松島よ、松島よ。あれが多分五大堂だと思うんだよね、あの橋ちょっと渡ってあそこにある建物が、はい、あれでしたっけ。あれが多分五大堂です。あそこが多分、ね、行けるのでちょっと行きます、ね、行ってみましょうか。橋を渡るっていうイベントがあるんですけど、うん、そうだ。こちらがね、その五大堂、待って行けないかも、行けないかも、え、行けないかも、完全封鎖してない。封鎖してますね。待って、ダメだ、五大堂行こうと思ったんですけど、透かし橋通行止め、そう、怖い橋があったんですけど、はい、もう本当の意味での怖い橋になってしまったという、うん、はい、まあ、補修するので、うん、いや、あ、ドンピシャで来月は渡れるんで、4月11日以降に来てください、はい、そうですね、連休とかね、うん、自分の足で確認してください、この透かし橋透かし橋、はい、松島って感じよ。松島って感じですか。ザ松島、これが日本三景だということで、そう、ち
ょっとカメラでは伝わらないかもしれない。いやこれ実際やっぱ見てほしいですね、生 でここからあのフェリーが発着しておりまして、あちらでね、ウミネコに餌をあげるというイベントが楽しめます。こうやって直でスタンっていかれるんで、指持ってかれないように気をつけてください。であの、うん、奥に見えるのがあの松島離宮の、うん、建物がスターバックスとか入ってたんですけど、うん、撤退してましたね。なかなか撤退しないよスターバックスは。撤退しちゃいましたね。何かあったんでしょうか、はい、何かを感じざるを得ませんね。ちょっとね、はい、ということで松島を一通りざっと歩いて紹介してきました。ぜひ来てみてください。ありがとうございました。コメントまたここに行ってほしいとか、ここ紹介してっていうのがあったらどしどしコメントが欲しいです。どんどんコメントください。いつでもすぐ行くんで、我々ふっかるなんでね。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。